ジ。はい、ノースブリッジの北里洋平です。お久しぶりです。いやー、今日はですね、僕めっちゃワクワクしてるんですよ。というのもですね、今撮影してるこの場所がですね、僕らの作ってる新しいバーなんですけど、ドロップアウトというお店でですね、これからオープンしていくんですけれども、渋谷の井の頭線西口改札の窓隣にある雑居ビルの地下1階なんですけど、めちゃめちゃかっこいいバーにしてやろうということで、地下1階に降りていく階段があるんですけど、そこには我々が出版してる本がバーっと並んでいて、しばらく降りていくとそのまま先に進めないんですよ。本棚があって、そこにあるあるギミックを解除するとこのバーに入れるっていう、ちょっとね、秘密の扉があるバーなんですね。ここっていうのが、どういうバーにしたいかなっていうことをいろいろ作戦会議したんですけど、僕らはその YouTube チャンネルでいろんな作家の方とか、ミュージシャンの方、芸能人の方とかですね、いろんな起業家の方とかも含めて、いろんな方々と今対談とかインタビューをさせてもらって、本であったりとかいろんなプロジェクトをですね、進行しているんですけれども、このバーを作るときに一つ参考にしたのが、1950年代からね、今も現存するんですけど、サンフランシスコでやっている伝説的な書店で、シティライツブックストアっていうものがあるんですけど、当時はですね、アレン・ギンズバーグとかジャック・ケルアックとかが集まって、ポエトリーリーディングをしたりとかで、文学談義をしたりとかですね、でそこからいろんなムーブメントとか作品が生まれたという本当伝説的な場所があるんですけど、僕らも渋谷でそういった、なんだろうな、こういった飲みの場で本当に面白い人たちが集まって、いろんな話を飲み語らいして、そこからいろんな作品とか文化であったりとか、ムーブメントを起こせるような、そういったバーを作りたいと思って、ここ最近ずっとやってきたんですけど、やっと内装等々も出来上がって、間もなくオープンっていう、そこで今回初撮影ということですね。今後はインタビューとか対談とかもここでやっていきたいと思ってるんですけど、まずはこの今日の一人語りでやっていきたいということで、この部分だけね、初お披露目っていうことで、だいぶテンションが上がっております。でですね、やっぱ一人語りといえば重大発表、今日も先にしていこうと思います。まずはですね、先日僕の一人語りの動画のところでプレゼント企画というものがあったと思うんですけど、学徒超思考術を読んでくださった方にポストカードとかステッカーをプレゼント、読んでくれただけじゃないですね、それで SNS で感想を上げてくれた方々にプレゼント、そして僕の本であるわらがきと学徒超思考術、両方読んで両方の感想を上げてくださった方にはポスターを、すごいでかい特大ポスターをですね、プレゼントということを前回の動画から1ヶ月という期限を設けてですね、やったんですけど、こちらが大好評で、未だに日々お問い合わせいただいたりとかですね、 SNS でこういった感想をあげたよみたいなご連絡をいただいておりまして、うちのスタッフの方からですね、順次そういったご連絡いただいた方々にはプレゼントを発送させていただいております。でこちらもう間に合わないんですか等々のお問い合わせもいただいているので、1ヶ月間ですね、この動画が公開されたからもう1ヶ月間期限を延長してプレゼント企画をやっていきたいと思っております。そして先日の学徒さんの YouTube チャンネル学ちゃんとのコラボ企画、皆様見ていただけたでしょうか。あそこで学徒さんの方のね、 YouTube でまずTSUTAYAでのドッキリ企画というものがあったと思うんですけど、あちらで最後告知のあった、あの動画のですね、撮影の場所となったのが渋谷TSUTAYAさんなんですけど、あの動画が公開されて以後ですね、渋谷TSUTAYAさんで学徒超思考術を買っていただいた方にはポストカードもしくはステッカーをプレゼントというものが発表されていたと思うんですけれども、その後渋谷TSUTAYAさんといろいろ話をして、我々の方にもポスターが欲しいという方がすごいいらっしゃるという話もしたところ、TSUTAYAさんでもですね、渋谷のTSUTAYAさん限定でですね、我々が基調思考術両方買っていただいた方にはポスターもプレゼントということが決まりました。この動画が公開された日から開始されます。もうポスターもですね、納品して、いろんな種類のポスターを渋谷TSUTAYAさんにはお渡ししてますのでですね、ポスターをコンプリートしたいとか、ステッカーポストカードもコンプリートしたいという方はですね、ぜひ渋谷TSUTAYAに行ってそれらをゲットしていただければと思っております。よろしくお願いします。そしてそうですね、ガクトさんとのYouTube コラボ PK 対決見ていただけましたでしょうか。あれね、もう見ていただいた方も結果をご存知だと思うんですけどね、あれはもう楽しかったですね。
実はまああの動画を撮るまで実現するまでにですね、僕らの中でもいろいろありまして、 GACKT さんに僕が何かを挑みたい、挑戦したいっていうところから始まったんですけど、で GACKT さんにその旨をお伝えしたらいいよと言っていただいて、でどうせだったら勝ちたいなと思って、で GACKT さんってテレビとか YouTube で今までもいろんな対決とか勝負事ってやってきたと思うんですけど、ほぼ全部勝ってるじゃないですか。で、まあ、一番有名なので言うとね、お正月の格付け番組、あのメイウェザーを超える連勝記録で、ああいうのって GACKT さんのことを知らない人たちって、いやどうせやらせだろうとかガチじゃねえだろうとかいろいろ言ってるじゃないですか。まあ、GACKT さんを知っている僕らからすると、 GACKT さんがそんなやらせ等々に乗っかるはずがないということは百も承知なんですよ。ただまあ僕ら芸能界とか本当疎い人間なので、今回その対決勝負を挑むときに、万が一にも GACKT さんサイドから、いやでも最終的に GACKT さんが負けるなんてことがあることは GACKT さんブランドのイメージダウンになるんで、それはダメですよとか言われるのかなとか、なんかいろんな想像をしてたんですよ。でも僕としてはせっかく対決するのに、もう負けなきゃいけないっていう勝負だったら絶対やりたくないと思って、でこっちから正直聞いたんですね。もうサッカー対決、僕多少サッカー部ではないですけど南米育ちでずっと草サッカーをやってきたので、サッカー少年だったので得意ですと。で GACKT さんは帰宅部なので、まあ、こっちが有利な勝負になるんで、で僕ガチでやるんで勝っちゃった場合、それでも僕動画流しちゃいますけど大丈夫ですかっていうふうにお伺いしたんですよね。そしたら GACKT さんの方からもちろんいいよと言っていただいて、もうそこから下心が出る出る、人間ってねこんなにも下心がね出てくるもんだなって思って、その時想像したのは PK 対決でもちろん僕がボロ勝ちをして、でその動画が公開になった翌日にヤフーニュースとうとうでガクトついに敗北みたいので、わーっと盛り上がるんじゃないかなと、その勝負に勝ったの僕みたいな感じだね。そんなスケベ心までもう丸出しで、動画の収録の前日に僕こっそりサッカーコートのところにね2時間ほど借りてね、ロケハンという名目で行ってサッカーの練習してきたんですよ。でレフェリーにも出てもらっていた陽介くんっていうフリースタイルフットボールの世界2位の人にね PK の、まあ、勝ち方というか打ち方とかをねいろいろ教わったりとかしながら、もういろいろいろ仕込みながらやって、まあ、結果当日僕筋肉痛でガチガチだったんですけどね、何の言い訳にもならないですけどね。だからあの動画見ていただくと分かるんですけど、キーパーをやってる時の僕足が一歩も出ないんですよねぐらい筋肉痛で、でもシュートとか打つ時はもうアドレナリンが出るんでちゃんと打てたんですけど、 GACKT さんやっぱ格闘技やってるから反射神経が半端ないんですよね。多分動画で見る以上にボールのスピードって速いんですよ。距離も近いんですけど、まあ、GACKT さんも動画で言ってたように、まあ、格闘技のパンチほど速くはないから反応できちゃうなみたいな形で、すごい至近距離から思いっきりですね、本当もう殺す気で打つつもりで打ったんですけど、パンパンパンって止められちゃって、いやー下心を実現することはできなかったですけど、ただあのサッカー対決以外にでもですね、僕これまで GACKT さんに実はいろんなことを挑んできていて、それらの動画も実はいくつか撮っているので、今後あの公開されていくと思うので、ぜひそれらもですね楽しみにしてください。いつか僕が勝ってヤフーニュースに GACKT 初敗北みたいなタイトルでですねニュースが流れることをね目指して頑張っていきたいと思っております。そして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 ですよ、なんで僕がそんなに今日ワクワクしているのか、もちろんこのバーができてね、そこで初めてこういった動画を撮れるっていうのももちろん嬉しいんですけど、ちょうど僕が今日この撮影のためにこのバーに入って準備をしている時に GACKT さんからですね、まあ、マルタ島に今いらっしゃる GACKT さんからあのメッセージが来まして、でちょうど僕遊びに GACKT さんのところにあの伺うって話だったんですけど、まあ、そこでですね新刊に向けた制作がスタートできるということが決まりました。GACKT の勝ち方、GACKT超思考術に続く新刊がですねついにできるんです。前回は GACKT の勝ち方から GACKT超思考術まで結構時間が空いちゃったんで、今回はもっとねスピーディーにね制作を開始しね
面白い本を海外で一緒に旅をしながら作ってみたいなと思っていて、いやまだねどんな本にするかってイメージとか案はいっぱいあるんですけど、どれになるかとかもねまだ決まってはいないんですけども、現地に行ってがっつりね2週間ぐらいガクトさんとね毎日打ち合わせをして本の企画を決めて執筆に入ってもらえればと。でそこでの内容のねあのインタビュー等と対談等々も撮らせてもらってね、またこの YouTube チャンネルで公開していきたいなと思っているので、皆様ぜひチャンネル登録と高評価、この辺についてですかね、よろしくお願いします。であともしねできればコメント等々ですね、 GACKT さんのこういう本が読みたいとかそういったものもあれば、ぜひいろんなアイデアをですね、本の内容だけではなくてこんな対決をしてほしいとかそういうのもあればいっぱいコメントにお寄せください。できれば対決の内容は僕が勝てるような、もうガクトさん勝つとこ皆さん見飽きたじゃないですか。あろうことが次の対決ガクトさんのプロデューサーの鮫島さんテコンドーとか言い始めるんですよ。ガクトさんオリンピック出れる並みに強いんですよテコンドー、ね、そんなんでやったら本当命がいくつあっても足りないっていうね。ぜひとも僕に有利な対決、これならワンチャン、あ体重とかやめてくださいね、あのただ僕が傷つくだけなんでね、なんかこういう対決だったら面白くてどっちにもチャンスがあるんじゃないかみたいな、対等に戦えるんじゃないかみたいなものがあれば、そういったものもぜひね教えていただければと思っております。いやガクトさんにもこのバーに来ていただいてね、本の制作の一部をここでできたらいいなと思っているんですけれども、で、まあ、やっぱそのドロップアウトドットプレスってこの YouTube はねガクトさんだけではなく窪塚洋介さんとか作家の高橋 M さんとかタレントのマリエさんとか起業家のバーレスク東京の亮太さんとかね、YouTuber のジョーブログさんとかラジオ DJ のロバート・ハリスさんとかいろんな方に出ていただいていて、まあそれこそサンフランシスコのねその伝説的な書店で行われていたようないろんな日々飲みながらの作戦会議であったり集いっていうのは実際できてるっちゃできてるんですけど、ぜひ自分のファンの方以外のね対談等々もすごい面白いものになってるんで、ぜひ見てみてください。 YouTube チャンネル始めてまだ3ヶ月なんですけど、逆にいろんな方々から自分もそこでインタビュー受けたいとか対談してみたいとかっていうお話もいただいておりまして、でまあそういったこの人が出てくれたら面白いんじゃないかなとか、この人の本読みたいとか、この人との対談インタビューを聞きたいとかっていうのがあれば、それらもコメントにぜひ上げてください。実現できるかどうかは分かりませんが、オファーを出すくぐらいだったらできるんでね、僕らもまだ知り合えてない面白い方々とですねいっぱい知り合っていろんな作品を作っていきたいと思っております。またまたこういったプレゼント企画等々をやってほしいとかそういったものもね何でも構いません。皆様の意見をお寄せいただければ僕らの方でですね参考にさせていただきたいと思っております。なのでこれからですね僕はもう丸太と行きの準備とあと新刊に向けたねブレストをまず社内でバーっとしてからガクトさんにいろんなご提案ができるようにね準備をしていきたいと思っております。これからもドロップアウトドットプレス面白いインタビュー対談等々がめっちゃ溜まってるのでチェックしてみてください。あーこれ言いたいな、まだ言っちゃいけないんだけどな、言っちゃおう。あのねちょうど昨日なんですけどルイ・ヴィトンさんとねあの洋服のこれルイ・ヴィトンじゃないですけど、まあ、洋服ブランドのルイ・ヴィトンさんのところでねなかなか撮影許可下りないんですけど、ルイ・ヴィトンの社員の方々が悪あがきの本を読んでくださって、なんと撮影許可が得られてですねそことのコラボ企画もですね現在進行中で、さっきの撮影が終わりましたですね。それらも近日公開なので楽しみにしていてください。ということで今日はこの辺で、いや最後までご視聴ありがとうございます。と言ってるところにちょうどガクトさんからメッセージが来ましたね。これを生中継みたいに面白いですね。あ、マルタ島のおすすめのホテルをいろいろ送ってくださっていただいてます。嬉しいですね。この中からホテル選ぼう。ということで最後までご視聴ありがとうございました。引き続き我々の YouTube チャンネルドロップアウトドットプレスよろしくお願いします。高評価コメントチャンネル登録よろしくお願いします。 Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.